県情報チャンネルホットホット新潟。今回のテーマは新潟県子ども条例です。笠原さん、県は子育て支援に力を入れていますね。はい、昨年県民投票で決定した小結び県新潟をキャッチフレーズに、さまざまな子育て支援策を打ち出しています。さらに子どもの健やかな成長を新潟県のみんなで応援する機運を高めるため、新潟県子ども条例を制定しました。新潟県子ども条例は、子どもに関する施策の基本理念、県の責務、基本的な取り組みを定めていて、今年4月1日に施行されました。条例を定めるにあたり、県は学校や児童養護施設などで子どもの意見を求めました。なんか子どもがちゃんと言ったことを大人が聞いてくれるっていうことを作ってくれてるんだなっていうことが分かってよかったです。自分の意見が本当に大人に伝わるとは、そんなに半信半疑のところがあったから、実際にそういう反応をしてもらえて嬉しかった。子どもたちも意見を聞いてもらって喜んでいましたね。はい、園児から小・中・高・大学生まで私たちが直接意見を聞きに行きました。また新潟県で初めて子ども向けのパブリックコメントも行い、子どもにどんな権利があるかが記されていて分かりやすいなど、前向きな意見をたくさんいただきました。では子ども条例のポイントを3つご紹介します。1つは子どもの権利を守ること。自分らしく生き、差別されないなど、子どもの権利を尊重ししっかりと守ります。2つ目は子どもの意見を大切にすること。多様な子どもの意見を聞き、どう反映されたかを明らかにします。3つ目は新潟県のみんなで子どもを支えること。安心して妊娠・出産・子育てができ、子どもが健やかに成長できる取り組みを進めます。みんなで子どもを支える取り組みを進めていきましょう。